はいえー、本日の速化塾占いコーナー裏付けのないコーナーなんですけども取り上げるのはイルミナティカードですよね今ご覧になっているキャプチャーがですね右側の方にイルミナティカードのー現物がちょっと撮影されてるんですけどもこれトランプ大統領の声と叫びにむちゃくちゃ似てるなぁと思う方もいるんではないかなと思いますこのカード20年ほど前に作られたものだということなんですけども それからというものですね、いろんなものが、このカードの中に書いてあることが、実現しているところがね、怖いんですよね。例えばこれ見てください。えこちらの方もですね、上の方が911を予言したカードではないかと言われてるんですけども、まさに、えー、アメリカの同時多発テロと同じような状況が、カードにね、書かれてるわけなんですよ。そして下、日本の311です。ご覧ください。 下のカードの左の方は原発にひびが入って壊れてるところが書かれています。でね、そこにニュークリオアクシデントってありますよね。原子力発電所事故って書いてます。<laughs> で、右側なんですけども、津波が書いてますよね。津波が襲ってくるよってこと書いてます。はい、この二つだけ見ても、なんか、 カードの不気味さっていうのが伝わると思うんですけどもまだまだねこのようなカード実現してないカードが様々あるんですよ左下にはなんだか不正イ大統領みたいな方が戦争に巻き込まれてるようなね画面がありますけどもね何なんでしょうねこれはねはいそれですね今回話題にしたいのが、うん、こちらですちょっと皆さんにも関係があることだと思うんですけどもねこれを見てください これ何に見えますえー、っと、下の方にね、主に見える5人の方、いろんなカラフルな格好をした5人の方が、あなんか災害に巻き込まれているところです。これね、地震が起きているところなんですよ。じゃあ、どこに、いつ起きているのかってことがこのカードの中に書いています。どこにっていうのが、まずこの右上の時計塔を見てください。これ、東京にご覧、東京にいらっしゃる方はご存知ないですかね。こういうものなんですよ。 ちょっっと待ってくださいねほら銀座にこういう塔があるんですけどもこの塔を見てくださいこれ似てませんかねえあの塔の上のポールみたいなのまでそっくりですよねですんでおそらくなんですけどこの地震は地震というかこの災害は東京で起きてるんではないかことに地震が起きてるところを示してる ちょっとね。<laughs> すいません。急にですね、この話題を出すとね、喉が痛むんですよね。なんか、CIA の陰謀ですかね。まあ、こういうふうに時計塔が倒れてるところ、地震で、東京が壊滅してるところを示してるんではないかと言われています。じゃあ、いつということなんですけども、この下のね、5人の方がヒントになるんですよ。これ何か感じませんかねこれ。オリンピックカラーです。5色のオリンピックのカラーの、 服を着た人たちがいるところを見ると、2020年にこの事件が起きるんではないかなというところと、あと時計にですね、11時、まあ、15分ぐらいが示されてますよね。で、2から3の間、11時の10分から15分の間っていうのを月読みすると、11月2日から3日にかけてということになりますんで、もしかしたら11月の、2020年の11月2日から3日に変わる、 深夜0時とかね、深夜2時とか3時とか、あの辺に、深夜にですね、東京で大きな地震が起きてこうなるんではないかなってことが、まあここで暗示されてるんですよ。で、もう一つ恐ろしいカードがあります。それが、これです。さあ、これがね、何に見えるかってことなんですけども、えーと、まず左の写真見てください。 レンガ色の壁に人型が焼き付けられています。えそしてちょっとね左側に行くとおなんか変わったね建物が見えるんですよ黒と白でまだらになってるのがこれがね実はコンチネンタルホテルなんではないかなっていうふうに言われてるんですよねコンチネンタルホテルが多分横浜にあるんですかねこういう感じです右側にありますよねこのヨットの帆みたいなやつが これがすごく似てるんではないかなということなんで、じゃあね、横浜にこういう風うに見えるシチュエーションがあるのかなってことを見てみるとですね、あるんですよ、これ。このレンガと、このコンチネンタルホテルと、それから右側にある建物の位置関係、このカードにむちゃくちゃ似てるんですよね。じゃあこの背景のようにめちゃくちゃにされたところにコンチネンタルドルがひっそりと立っていて、 で地面にねいろんなものが散乱してる中にあの放射能を示すマークがちょっとあるんですよここへね不気味ですよねでこの焼き付けられた人っていうのはもしかしたら核戦争によって、えー、この横浜って街が崩壊してですね破壊されてこの人型が焼き付けられた壁がこれがね 崩れたとところなななんじゃいかなとコンチネンタルトルは頑丈なんで焼け残ったみたいなところを示してるんじゃないかなっていう風にね考えられてるんですようんまあ信じるも信じないも,もうあなた次第っていういつものやつなんですけどもこのイルミナティカードね他にも様々不気味なことが暗示されているわけなんですよね怖いですよね。 もう誰がこれを作ったのかねよく分かってないんですけどもこういうふうな予言マニアなのかそれともどっかから未来のアカシックレコード情報を取ってきた方がゲームという形を借りて、えー、何かを警告しようとしているのかなということでございますはい今回の放送をしている最中にね私何度もあのー、喉が詰まってですね取、えー、り直しをしましたここういういとはねあの初めてですやっぱり 何か監視の目が光ってるんでしょうか不気味なものを感じていません。YouTube にアップロードしますけども削除されないことを祈るばかりでございます。それでは失礼します。